ベニドルムは、スペイン・バレンシア州アリカンテ県のムニシピ地中海に面したリゾート都市である。都市は、どちらも海に面した、ポニエンテ地区とレバンテ地区に分けられる。二つの砂浜の間には、岩がちな岬が横たわる。旧市街はこの岬と、すぐ内陸の部分を占め、一方、大部分のホテルは二つの砂浜の背後の近年、発展した場所を占める。 ベニドルム沖わずか数マイルには、無人島のベニドルム島が浮かぶ。ベニドルムの周辺には、イベリア人やローマ人の定住した跡が残っている。レコンキスタまでのイスラム支配下では、パーティダでリリアッツという名の小さな町であった。しかし、人口はわずかで重要な町ではなかったらしい。1245年前後に、アリカンテ地方を征服したアラゴンを拝命一斉の年代記。 ユーエブレイデルフェイツには、ベニドルムの名が現れないからである。ベニドルムを含む、周辺地域は、アラゴンの提督ベルナルド・デ・サリアーへ与えられた。1325年5月8日、ベニドルムに城と村を建設する許可を与える旨、記した検証が授けられた。これが、ベニドルム創設とみなされている。この検証には、キリスト教徒の植民の促進、 ボロプ男爵寮からの行政的分離も示されていた。ベニドルムの住民は大多数がイスラム教徒で、彼らはグラナダ王国や北アフリカと手を結ぶ危険があった。1335年、ベニドルムはアラゴン王子ペドロ、そしてその子アルフォンソへと継承された。1410年、1448年の二度に渡り、バルバリア海賊がベニドルムを襲撃した。 1448年の襲撃では、城と村が略奪され、海賊らが住民を奴隷として連れ去ったため、ベニドルムは、廃れてしまった。16世紀の間、城が修繕され拡張されたが、町は再度ポロップ断尺領となり、明らかにほぼ無人の状態であった。1715年の人口は216人前後であった。これが18世紀終わりには2700人に増加した。 人口増加の理由は、沖合で行われるマグロ漁であった。この漁業が住民の生活の糧であった。19世紀、マドリードアリカンテ間の陸上交通が整備されたが、地元経済に好影響を与えるばかりでなかった。なぜなら、海上貿易は1898年に、スペインが海外領土キューバ、プエルトリコ、フィリピンを失ったことから減速し、 ワイン生産で伸びていた農業も20世紀初頭のフィロクセラ金流行で壊滅的な打撃を受けたからである。この経済衰退でキューバ、バルセロナやカディス近郊の自治体への移住者が増加した。停滞した時代であったが、1925年に港が拡張され、レバンテ海岸では初めて別荘が建設された。スペイン内戦後、漁業を制御としてペニドルムは、 少しずつ復興していった。1954年、当時のベニドルム村長ペドロサラゴサが観光都市しての計画を練り、スペイン各地で見られるような窮屈な建設過剰状態に将来ならないよう保障した余暇用地をあらゆる建物が持つようにした。砂浜に沿った大通り、通りが整備された。これ以後、農業と漁業という第一次産業に変わり、 観光に関係したサービス業がベニドルムの主産業となった。ベニドルムは厳しい都市整備規則を守る国内唯一の都市であり、もしエラダ山脈の頂上に登れば、ベニドルムの市街がどれだけ緑に囲まれているか、そして市街がどれほど山に近いかを眺めることができる。ベニドルムは市街を取り巻く産地のために数年特別な備機構を持つ。 年間の日照時間は3400時間で、沿岸の平均気温は摂氏18度である。12月から3月の海水温は摂氏15度前後である。ベニドルムは特にフランドル、イギリス、オランダからの観光客に人気があり、市街全体ではスペイン語やバレンシア語が滅多に聞かれないほどである。パッケージツアーの流星がベニドルムの成長を促した。バーや クラブなどのナイトライフ基盤が充実しており、観光客は、夏季以外にも一年中訪れる。毎年夏には1959年から続く、ベニドルム国際歌謡祭が開催される。フリオイグレシアス、ラファエル、トゥオディナミコなどのスペインの歌手や、国外の歌手が参加して、有名になった。ベニドルムの夕暮れベニドルムは、ヨーロッパ有数の国際都市であり、スペイン国内でも、 移民人口が多い町である。ありがとうございます。